さ、待ってました。はしゃいでんじゃねえ、サンゴ。仕事だってこと忘れんなよ。あら、あなたたち、そろそろ会えると思ってたわ。無事に活動を始めたようだな。少し予定を繰り上げてな。彼とは偶然列車で居合わせただけだ。バンちゃんを驚かせようと内緒にしてたんだけど、実は映画祭に合わせて開催されるバーテンダー大会に招待されていてね。まさかバンちゃんまで来るなんて、これも運命かしら。失礼します、ベルモッティさん、それとブラッド様。突然申し訳ありません。実はブラッド様へのお取り次ぎが、エーメ様とおっしゃる女性の方からフロントに連絡が入っておりまして。
橋が渡れそうにありませんね。水位が低すぎて仕掛けが動いてねえのか。別のルートを探しましょう。しかし確かに水位は下がってるみてえだが、砂漠の街で普段不自由なく水が使えるっつうのもすげえ話だな。ハミルトン博士の治水工事、改めて凄さを実感しますね。待ってんじゃねえぞ。デボンみたいね。あの時のメアちゃん。貴作、選ぶからとっととやれ。世話しないわね。まあいっか。それじゃあテイクザグレン。調子に飲んじゃねえ。近づけさせません。
バンさん、しっかりしてください。どうか心を落ち着けて、私たちがついていますから。アリア、今のは間に合いましたね。存じませんが、こちらは我が社の契約顧客様となります。危害を加えるつもりなら弊社規定に従い相応に対処させていただきますが。なるほど、そちらの所属ですか。対象物の回収は完了、これ以上の追撃は不要と判断します。それではまた。イシュタンティ、行きますよ。あれは天使型の傀儡だと。あ、ゲネシスが。まあ仕方ねえだろ。はい、みんな無事だっただけでも。契約者様のサポートが私の主要業務であり誇りですので、おかげで査定時には分からなかった興味深い事象も確認できました。ええ、私も驚いております。申し遅れました。民間軍事会社マルドゥック総合警備保障に所属する広域担当サービスコンシェルジュのリゼット・トワイニングと申します。バン様には社外契約テスターとして常日頃からお世話になっております。どうか今後ともお見知りおきを。本社はオレド自治州になります。設立して日の浅い会社ではありますが、共和国でも多くの方にご愛顧いただいておりまして、なおバン様には戦術開発部門の外部テスターとしてご契約いただいています。他にも最近では各国の治安維持組織や傭兵業の皆様とも懇意にさせていただいています。クルガ選手団との技術提携も一部ではありますが行っておりますね。
さすがバン様の助手の方々、後進の育成も順調なようで何よりです。皆様の事情については存じ上げませんが、我が社の分析でもその可能性は低くありません。ですが他の勢力である可能性もまた現時点では切り捨てるべきではないかと思います。 SC としてまだまだ未熟ですが、そういった部分でのお手伝いをさせていただければ加えて先ほどのメアとバン様の異常、自由意志のない AI が可視化して受け答えし、異様な密度のシャードに全身を覆われる現象、その想定外の暴走についても何らかの対処療法を提示できるかもしれません。いえ、それについては私自身がそうしたいと思っています。はっったく、勝手な申し出、とても納得しがたいことは重々承知しておりますが、どうか3日間だけでも皆様とご一緒させていただけないでしょうか。リゼットさん、どうか頭を上げてください。こちらこそよろしくお願いします。正直とても心強いです
さっきの足場とかもすごかったですし考えてみりゃどこぞの所長よりよっぽど頼りになるんじゃねえか。お前な。ま、否定はしねえが。ありがとうございます。アニエス様にフェリ様、アーロン様も。それではリゼット・トワイニング、本日より3日間アークライド解決事務所に出向の形で参加させていただきます。